上、白岩遺跡は、静岡県伊豆市上白岩にある、縄文時代の遺跡。1978年1月27日、国の史跡に指定された。伊豆半島を貫流する狩の川流入する大見川の合流点から約 3.5km 遡った、大見川の岩、河岸球場に所在する、縄文時代の遺跡である。発掘調査の結果、縄文時代中期後半から、 後期初頭の排斥以降、住居跡等の存在が確認された。排斥以降は、環状列石、帯状列石、石組等の形態を示している。環状列石は、直径12メートル、巨石や細長い石材を連絡ねながら、ところに組石のいくつかの単位が認められる。また、各単位の中心部に配置された細長い石については、あるいは、 直立していたものとも考えられ、現実に、環状列石の西側に発見された一つの石組には、直立の例がある。体状列石は、環状列石の南に構築され、長さ約10メートルを測る。これに接して、長径約2メートルの円形の組石が認められた。排石以降には、自然石だけでなく、石皿、石棒のほか、自然石の一部を研和して、 平坦面を作るものなど、石器が少なくない。なお、ところに配されている組石の下部には、土工が認められ、組石墓かと推定される。環状列石の外側には、縄文時代中期後半に属する4基の縦穴住居跡と約60基の土工も検出されている。出土遺物は、河原家、石器等膨大な量に上り、伊豆半島における縄文時代中期後半から、 後期初頭の基礎的な資料となるものである。国指定史跡ガイド。上白岸遺跡とは。コトバンク。2021年4月14日閲覧。ABCDEFGH。国指定文化財等データベース。KUNISHITEI. 文化 .GO.JP。文化庁。2020年11月15日閲覧。ありがとうございます。